うございます。なんと今回は村田真一さんに来ていただいております。はい、村田真一さんといえばキャッチャーですよね、うん、ということで村田真一さんのキャッチャー技術をちょっと実演して説明していただけたらなと。いや、これちょっと嬉しいんじゃないですか。でも最近はキャッチャー理論みたいな、うん、あってこう、でもあのみんな体幹の強さとかあるから絶対あこれはだけはやめてほしいっていうのあるけど、あと綺麗に取れたら自由でいいんじゃないと。あと下の柔軟性もあるし、基本はどのように取られるの？あの構えるよね。そしたら一だどう取るっていうか、ダメな例を低めのボール例としてバッター取るっていうんだよね。これ僕もこうしてしたのはパッボールが来たらボールのちょっと下にミット入れてパンと取る。パンと取る。だイメージは、はい、イメージは俺はこういうイメージ、こういうイメージ。ちょっとトロションのヘッドを立てる。よこういうトロションがねこういうイメージ。だからこう来たら、だ一番があるのはこうスライダーへ来た時にこう来て、はい、これダメ。追いかけるんだね。取りに行く。だからここボール来るからこういうイメージ。こういうイメージ。ちょっと上げるってこと。ちょっとイメージね、イメージね。で、あの俺若い時はブルペン行ったら先輩とかに取った瞬間にミットを動かすなんてよく言われたのね、はい、で動かすのでどこを意識したらいいのかなって考えてて、はい、俺自身はその全体で取って取る人もいるやろうし、はい、自由でいいと思うね。だから変なし、はい、こう流れたりとかさ、はい、負けたりするのがダメだって。別にそれあと自分どこで意識するかあるけど、俺自身はこう来てこういうイメージ。だからしっかり止めるのにどこを意識するかってとこやろうと思うけ ど。だから僕は手を見て見てからこの手を出したら、はい、こういうイメージ、こういうイメージで結局難しいのはそのアウトローのまっすぐとスライダーやから難しいの、はい、こう曲がってきます。来たローがパチンとこう取れるかどうかやから、それをこの曲がってきてもそうやって取るんですか。イメージはね、イメージはね。でも上から落ちてくるわけじゃないですか。だからあの俺若い時さ、はい、ブルペンなんかでこうやって構えて、はい、ミット動かすなってこうやって取ったらパン、はい、でもこうやって固まってちゃうじゃない、はいはい、試合になったらたまにサイン違いもあるわけよ。なるほど。そうでしょ、はい、そしたらやっぱり俺自身はこうやってて、こうやって一軍に行ったら変化球のキレもいいし、はい、パスボールもたくさんしたし、はい、でやっぱりこうやったらあやっぱりこうパッと下げた方が自分にいいか、あ手がバッと動くなと思ったから、俺は一回下げてからこういうイメージ、下げてからこういうイメージ、その方がこっちでハンドワーク動くから、こうやって固まってこれが返しが遅くなるから、だからこっちも黒くなるじゃない、はいはい、でこっちがやっぱりさミットの返しでさ、こっち来たらやっぱりこう取ったらもう絶対ずっとパスボールやん、はいはい、この辺のイメージというけど逆球もあるから、来た時にやっぱりこう取れるかどうかがミットの返しやから、こうとかっこ汚いじゃん。はい、汚いですし、こうなんかパッとこっちにここも返せるのが、その練習もよくマシンでしたけど、はい、イメージあるから、だからちょっと俺はたまにずっと見やっとけよっていう人もいるのよ、はいはい、でも俺は別にこうやってて見てんだから投げる瞬間にちょっとこう垂らしてからこうするの、このもしも違うところに全然しても見っとこうこうパッとこう、なるほどなるほど、もう送球性がしやすいノーバウンド全部こう取るのよ、こう構えててこう見てて変じゃない。いや、たまにいます。はい、でこうやっててさ、こうやっててパーンと打ったら、はいはい、理想じゃない。だからあの若い時にこうやって縦で取れって言われたこともあるのね、はいはい、縦ですか、こっちが楽やわ、はいはい、でもこっちがやったらこうやってたらどうなのかなって、こうなるから、はい、で結局こう組んでこう取りたいねんから、だから俺基本的にこんなの普通に構えてた、普通に、もう普通に、うん、締めることも開けることなく普通に、で絶対こう来たらイメージはこういうイメージ、こういうイメージで取りますよね、うん、取って盗塁を刺す。あ、盗塁はね、これがベースマンサルでしょ、はい、ここにその T を線を描くの、その練習の時、はい、逆 T を描く、そう、はい、で T をまたぐのね、はい、右バッターでピッチャー投げました、はい、投げた瞬間にこう腰を浮かしてさ、はい、こうやって打ったら絶対速いの、なります、はい、でも試合はバッターいいの、はいはいはい、それ以上は掘れないの、そうですよ、はいはい、だから絶対にここに線引いて、ここに線あって真ん中線引いて、この上をステップしようなって、でもう早く掘れて、早く掘れて、こんな早く掘れんのよって、でこっちに行っていったってタイムも速いかもしれんけど、実際バッターがちょっとバットされたと投げれないよ、はい、なるほど。ちなみに基本どういう練習をキャッチャーってやるんですか。だから下がそうないとさ、はい、1試合ちゃうから、はい、6連戦出た時にへばるわけやん、うわ、1日目元気、2日目そこそこ、3日目ガタ、もう足左痛い、
なって論外やんか、はい、だからやっぱキャッチャーのやつはフットワークよく練習するよね、はい、それって何やったら長い試合をちゃんと普通に動けるかどうかってとこやから、はい、鍛えるわけよ。それを言ったら今の練習をもうボール投げてもらって、はい、投げてもらってパッ これをいや何十回もやる、ね、何十回もやる、何百回もやる、もう変だし今日はここだけ100回とかさ、なるほど、これ T を作って、うんね、その上をまっすぐステップ、あったら走ったらバーッと切れって言って、それをなるほど、うん、あとワンバウンドはさ、こうやってさ、もう基本はワンバウンド投げてもらって、はい、投げてもらって、はい、しっかりこうここで前に落とすってイメージ、はいはい、その時やっぱり人間の体って顎が上がったら体反るじゃん、はい、だからいつも言うのは、まあ顎締める、まあ、膝早く、膝早くもちろんやけど、はい、膝早くつくけど顎をしっかり締めて、あと目をつぶらないっていうのをよく言ってたけどね、やっぱりコーチになってさ、自分を意識してるとたまに投げてたら目つぶってるやつよ、いたわけ、はい、やっぱり目つぶるイコール前にせっかく止めてよくちょっとぐらい横に行くじゃない、はい、一歩目遅くなるじゃない、なるほど、うん、だからしっかり顎締めで練習は絶対目をつぶらないようにしようって基本はグローブで取るというよりもそう、ここで落とす意味だから変な話、俺っていうの掘ったら、はい、こういくでしょ、はい、こう掘ったらここで、だここで止める、ここで止めるイメージ、あ、もうそこで、もうそこで止める、うんうん、で、あとこっからたまにこういくにしていきます、そう、一番重罪、はい、でミット上げるからやろ、ミットだから、あの上に跳ねたり横に行くのは何も言われない、はい、ただそれまたこう、はい、抜けるとすっげえ怒られるということは、もう絶対に下に置いておいて、ミット下に置いておけみたいな。キャッチャーフライに関しては簡単なんですか？どうなんやろ、俺ね甲子園2回しか覚えてるよ、すっごい風強くて、あの一塁側で結構前に置いてたけど思って帰ってきて、はいはい、でも慣れやと思うよ、絶対もうフライでもう前に置くことやと思う、フライってキャッチャーのフライって後ろ向こうなるから、はい、こうなるから、こうですよね、絶対こうなるから、もう、はい、で基本的に前はもう野手に任せるし、でも、もう自分の位置やったら絶対にこうする、帰っても楽、絶対に帰ってくるんです、うん、で前に置いていたら前もいけるじゃん、はいはい、前に置いてるのも、うん、フライは慣れやと思うよ、これは慣れですね、うん、なるほど、絶対フライをやった分だけ絶対上手くなる、あ、俺ワンバウンドもそう思うよ、ワンバウンドもあのやったらやった分絶対上手くなる、そのピッチャーとのコミュニケーションの取り方とかは、うん、そのベンチに帰って今よくあのプレー球とか見てると、うんうん、こうキャッチャーとピッチャーがこう話してるシーンとかが、うんあるんですけど、うん、ああいうのっていうのはやっぱ教えたりとかするんですか、ピッチャーと話し合うよっていうで、っていうのが、ね、それは試合中は自由やろうけど、はい、終わった後とか絶対昨日反省したって言って聞くよ、やっぱできるキャッチャーっていうのはそういうのちゃんと絶対さ、総選とあうんの呼吸になれへんやんか、サインとかはどうなんですか、それそれぞれ違うから、あの牧原さんは極端に目が悪かった、牧原さんやな、あの時はどういうようなサインを、上牧上でしてたから、でもねたまにサイン分かったって人いんねんよ、はいはいはい、絶対分かってないと思う、分かってないですか、うん、ちなみにストレートはどういうサイン、いやそれは言えないですかもう一歩サインだったから、でマッキー例えばねマッキーやらせやろ、はい、ならこうですよね、1、2、3にしよう、1まっすぐ、2カーブ、3シュートしようか、はいはい、俺もじゃあ1、2、3、はい、4、はい、5、胸全部こう、はい、レッドが今日ファーストタッチね、はい、1個目されて適当にされて3差だったね、うん、3ね、はい、俺は、はい、3がここ切れ方でしょ、はい、3差だったね、はい、3の次1ね、はい、これまっすぐで3差あって俺がこう3を触らんかったら、はい、そのままシュート、3の次なんですね、うん、うわー、そういうサインもあった、それを例えばファーストタッチ、ラストタッチ、その試合によって変えていく、うん、もうイニングによって変えていくと、試合によって変えていく、うん、そんなサインがあったんですか、だからマキって分かったって言ってたまたま当たったと思うですね、うん、たまたまですね、それはあの牽制のサインとかあるんですか、あるよとあるよ、あれってセカンドランナーのサインっていうのはキャッチャーも関係するんですか、サイン出して牽制してっていうサインはあるよ、二遊間にこうやって出すけど、あ、立って座るときになんかこう、なるほど、うん、そういうのはある、ファーストはどうですか、ファーストはなんとなく、ファーストもずっとついてんねんから、キャッチャーから出すケースと、はい、お前なたまにはサイン入れのせなあかんって刺す、自分からあの牽制をする人もいれば、うん、キャッチャーのサインでやる人もないな、うん、そう、いやちょっと面白いね、キャッチャーって、
いやもうサインもあればもうそので俺牧野のこのあのサインのあの喋って初めてやわ。あそうっすか。あちょっとこれ貴重ですね。多分俺はね俺は初めて牧野がどこで喋ったか知らんよ。あいつ評論が長いから。はい。いやでもそれはちょっと貴重なご意見を、はい、というわけで今回は村田慎一さんにキャッチャーの話をねいろいろと伺うことができました。今回の話を聞いて面白かったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、はい、他にもこういう話を聞きたいよっていうのがありましたらぜひコメント欄に書いてください。村田さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。